今回は2023年4月より新しい試験方式となった基本情報技術者試験について解説します。基本情報技術者試験は IPA 情報処理推進機構が運営する試験で、経済産業省が公式に認定する国家試験です。受験概要はこちらです。試験形式は CBT 試験といって、コンピューターで出題される問題に選択肢から答えを選ぶ形式です。コンピューターベースドテスティングの略で CBT と言います。試験はほぼ毎週実施されています。試験会場は全国にありますので、会場ごとの試験開催日をもとに受験スケジュールを立ててみましょう。受験料は税込み7500円です。まあまあなお値段なので、一発合格できるように頑張りましょう。それでは基本情報技術者試験の試験範囲と合格基準についてです。試験は科目 A と科目 B に分類されます。科目 A と B を同日に受験し、どちらも 60% 以上の得点で合格基準を満たすといった形です。科目 A は試験時間が90分、出題数は60問、4択試験からの出題となります。単純計算すると、1問あたり1分半の回答で全体を答えることができます。出題形式は4つの選択肢から1つの回答を選ぶタイプで、合格基準は1000点満点中600点以上となります。科目 A の出題範囲は、テクノロジー系、マネジメント系、ストラテジー系の3分野です。テクノロジー系では、いわゆる IT コンピューターの技術に関する知識。マネジメント系では、システム開発のプロジェクトを管理するための知識。ストラテジー系では、企業経営に関する知識が問われます。過去の傾向からは、約 50% がテクノロジー系。残りの 50% で、マネジメント系とストラテジー系が出題されます。科目 A の傾向は、過去の出題内容と被る問題も多いため、ぜひ IT 隙間教室の過去問動画を参考に問題を解いてみてください。続いて、科目 B の問題は、試験時間が100分。全部で20問の出題となります。科目 B では全体の約8割、16問がプログラミングとアルゴリズム、全体の約2割、4問が情報セキュリティといった形で出題されます。選択肢は4択ではなく、複数ある中から答えを1つ選びます。1問あたり5分かけて問題を解くこととなる重めの問題のため、しっかり準備をしておきましょう。合格基準はこちらも1000点満点中600点となります。そして2023年からの基本情報技術者試験では IRT 方式の採点が行われています。アイテムレスポンスセオリー、直訳すると項目応答理論という採点方式です。今までの試験では1問正解すると1点得点といった形でしたが、この IRT 方式の試験では受験者全体の回答結果に基づいて配点が決まる仕組みです。簡単に説明すると、たくさんの人が正解できた問題は配点が低くなり、たくさんの人が不正解だった問題は配点が高くなるといった仕組みです。数式で説明すると難しいことになるため、詳しい説明は省きます。基本情報技術者試験は CBT 試験であるため、人によって何が出題されるかは異なります。そのため、問題の当たり外れによって不公平さが出ないよう、この IRT 方式の採点手法をとっているということになりますね。 IT 隙間教室では今後も基本情報技術者試験の解説を進めていくので、ぜひ過去問動画や講義動画で学習を進めてみてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。次回も実りある隙間時間を過ごしましょう。